政府もやっと重い腰を上げて日本の軍事力を増強する対策に乗り出してきたが、問題はそれらの対策が時間的に間に合うかどうかにかかっている。配備までに時間のかかる国産の一人式地対艦誘導弾の改良型や、記事にある当初防衛用の高速滑空弾の配備前倒しを急ぎつつ、できるだけ早く大量のトマホークなどの攻撃用の兵器を揃えておくことである。共同通信の記事から、政府が沖縄県尖閣諸島など当初防衛用の新型ミサイルとして配備を目指す高速滑空弾について、射程を1000キロ超に延伸する改良を検討していることが2022年10月30日分かった。実現すれば中国沿岸部や北朝鮮を射程に収める。別の国産ミサイルや取得を検討する米国製巡航ミサイル、トマホークなどの海外製ミサイルと合わせ、岸田政権が保有を検討する敵基地攻撃能力、反撃能力の手段を多様化させる構えだ。複数の政府関係者が明らかにした。歴代政権は敵基地攻撃能力の保有は法理上は可能としつつ、日米の役割分担に基づき政策判断で持ってこなかった。一方、ザクザクの記事から、政府が沖縄県尖閣諸島など当初防衛用の新型ミサイルとして配備を目指す国産の高速滑空弾の射程を1000キロ超に延伸する改良を検討している。共同通信が30日複数の政府関係者が明らかにしたとして配信した。政府は米長距離巡航ミサイルトマホークの購入にも動いている。台湾有事や朝鮮半島有事に備え、反撃能力の手段を多様化し抑止力を強化する構えだ。高速滑空弾は地上発射装置から打ち上げたロケットから空気抵抗の少ない大気圏上層で弾頭部分が分離し、超高速でグライダーのように滑空して目標を攻撃する新型ミサイルで、従来の方法で迎撃が困難とされる。関係者によると2018年度に研究を開始した早期装備型は来年度から量産し、26年度頃に配備する予定で、射程は数百キロ程度となる。性能向上型はロケット部分を大型化するなどして射程を千数百キロ程度に延伸する。国産長射程ミサイルの改良をめぐっては、陸上自衛隊の一人式地対艦誘導弾を延伸し、敵の射程圏外から攻撃するスタンドオフ防衛能力として整備する方針を固めている。軍事ジャーナリストの世良光弘氏は、高速滑空弾の性能向上型は島しょ部の上陸部隊や艦艇をターゲットにしている。空母の甲板を貫通する弾頭を搭載でき、空母キラーとも言われる。延伸によって九州や沖縄から大陸にも到達する。台湾有事を想定し計画を急ピッチに進めた形ではないか。国産型の改良型は発射装置の整備も外国製と比べて容易になるメリットがあると語った。以上が記事の内容。ここからは試験になる。ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに北朝鮮のミサイルの乱れ打ち、さらには習近平の掟破りの3期目突入など、一気に世界情勢の緊張が極度に高まっている。日本はそれら三国に囲まれている現在世界中で最も危険な火薬庫になっている。このような状況を受けて、政府もやっと重い腰を上げて日本の軍事力を増強する対策に乗り出してきたが、
問題はそれらの対策が時間的に間に合うかどうかにかかっている。今政府が最優先で取り組むべきは同盟国の米国は当然のこととして、台湾やイギリス、オーストラリア、インドなど西側の自由主義国と連携し、 NATO とまではいかなくとも有事の際に連携できる準軍事同盟のような関係を築くことである。その上で配備までに時間のかかる国産の一人式地対艦誘導弾の改良型や、記事にある当初防衛用の高速滑空弾の配備の前倒しを急ぎつつ、できるだけ早く大量のトマホークなどの攻撃用の兵器を揃えておくことであろう。現状の自衛隊の装備では、ロシア、中国、北朝鮮のいずれかの国、最悪の場合、三国から同時攻撃を受けた場合、日本に飛来するすべてのミサイルを迎撃するのは不可能である。それらの攻撃を防ぐには、やれば三倍返しだ、というような相手が攻撃を躊躇するくらいの報復能力を持ち、日本に手を出せばただでは済まないという強力な抑止力を持つ以外にない。理想は核武装であるが、なかなかハードルが高いと言えるだろう。ならば、たとえ通常兵器であっても、ありったけの予算をつぎ込んで、こちらから飽和攻撃ができるぐらいの長射程精密誘導兵器を揃えておかないと、奴らの進行を止めることはできないだろう。政府の動きを見ると、どうやら有事の覚悟ができたようにも見えるが、覚悟を決めた時に一番やってはいけないのが中途半端な対応である。やると決めたのなら、全身全霊で全てを投じてでも体制を立てなければ、後になって後悔することになるだろう。当チャンネルでは、誠に微力ながら日本の国防を真剣に考えるコンテンツを発信していくことで、一人でも多くの国民の意識改革の一助となればと思い運営している。賛同いただける方は当チャンネルの動画の拡散にご協力いただければと思います。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても、降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、中国とロシア全域も射程に入れようぜ、命中精度50センチを目指してくれ、なんかもともとできたかのように簡単に射程伸ばしてるね、スペックサバ読みはよくあることだよ、とりあえず北京まで届く2000キロ目指そうよ、さっさと神の杖を導入しろや、つっても離島防衛が主目的だからな。まあ台湾有事は念頭に入れてるだろうな。どんどん出てくるということは近いんだな。バンカーバスターも必要じゃないの。ミサイルは潜水艦から撃つのがベストだろう。射程3000キロ程度は欲しいところ。防衛関連のニュースを朝日新聞が否定的でないのが逆に怖い。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドや
バットの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。また当チャンネルを応援いただける方はチャンネルメンバーシップもご検討ください。